中学算算数計算達人への道今回は第21回分母分子の四角を求める計算括弧逆算の応用編をやっていきます皆さんあの逆算のね問題って今までも整数分数小数のね場合それぞれ授業をしてきましただけど今日はね応用問題で分数の中に四角があるっていう問題ねうん 今日4問やるけど、どの式を見ても分数の中に四角があるよね。こんな風に分数の中に四角がある場合、どうやって計算していけばいいのいうのをね、やっていきます。よく中学入試のね、応用問題で出るから、しっかりとね、この問題も解けるようにしてください。じゃあ早速ね、例題の括弧の1番からやっていきましょう。例題。四角に当てはまる数を答えなさい。括弧一1番。 4る3分の1かける1 6分の四角は2と4分の1四角16分のっていう分数の中にあるよねえじゃあこの四角どうやって求めていけ,いけばいいのということですこれ計算のねやり方の流れが12と2つの流れで解いていきますその流れをしっかりと覚えていけばね皆さんこれ解くことができるから一緒にポイント確認しましょう ポイント。分母や分子に四角がある計算です。まず最初、丸一。最初に何をするかって言ったら、四角のある分数全体を、今回だったら四角のある分数、ここだね、16分の四角。この分数全体を、大きな四角にして計算をしてください。これがまず最初にやることです。 どういうことかっていうと、カッコの一番だったら、この四角のある分数、16分の四角、これを、はい、この分数全体を、大きな赤四角にしてください。そうすると、式がどうなったかって言ったら、うん、4割る3分の1かける赤四角は、2と4分の1っていう式になったよね。いいかな ということで、こうなると普通の逆算の問題だよね。ということで、今までと同じ通り、ね、えー、逆算の考え方でこの後は解いていってください。いいかなということで、はい、今回、4割る3分の1かける赤四角は2と4分の1。まず何をするかっていうと、そう、逆算の最初はね、計算の普通の順番を考えるんだね。 この赤四角の部分に何か普通の数字が入ってたらどうやって計算するかっていうとうん、割り算掛け算だから前から順番に1番2番とはい、この順番で計算をするよねいいかなはい、そしたら次ですはい、次に考えることはこの丸一番の部分が計算できるんだったらそう、先に計算しちゃうんだったね今回4割3分の1 うん。計算できるよね。みんないいかなちょっと先生、ここに書くよ。4割る3分の1。はい、これ計算すると、うん。4×3 分の1。ひっくり返して、1分の3。はい、こうなるよね。つまり、1分の3って、そう、3のことだよね。先生、3って書いておくね。はい。ということで、4×3、計算して、 そう、12となるはずです。いいかなはい。ということで、丸一番のところ、4÷3 分の1、12と。はい、計算できるから、計算しとくね。かける、はい、赤四角。は、よいしょ、こう消すね。はい、これが、2と4分の1だよと。 いうことです。いいでしょうかそしたら、この赤四角、いくつが入るかっていうのが、うん、計算できるね。はい。四角を求める計算で、今回、掛け算だから。そう。どうやって計算するかっていうと、数字の順番、逆算だから、ひっくり返す。2と4分の1。そして、12。はい、順番変えてね。そして、掛け算の反対、逆。割り算だね。 はい、これで計算をしてください。はい、ということで、2と4分の1割る12。うん、これも計算ミスしないように計算してよ。じゃあ先生、空いてるところ、ちょっとここに書くね。はい、2と4分の1、仮分数にして、4分の9。はい、割る12だね。はい、当然、分数の割り算の問題だから、そう。割り算を掛け算にして、 12の逆数、12分の1としてください。はい、約分します。はい、9と12、3で割って、3と4。つまり、計算すると、16分の3になるね。できたかなはい、ということで、これ計算すると、16分の3となりました。はい、ここまでいいでしょうか。よいしょ。じゃあ、ここ消しとくで、ね。 はい。ということでね、皆さん、赤四角が16分の3って分かったね。赤四角って何だったかっていうと、そう、16分の四角のことでした。はい。16分の四角が16分の3と。はい。分かったんだね。はい。ここまで。いいかなはい。そしたら最後、四角です。じゃあ四角に入る数字いくつかなって言ったら、 うん、もうこれ見たらすぐにわかりそうだよね。うん、四角に入る数字いくつかって言ったら、そう、もちろん、16分の四角がね、16分の3なんだから、四角に入る数字は、その通り、当然、この分子の3だよ、ということだね。はい、ということでね、答えは四角は3ということです。ここまでいいでしょうかということでね、こんな風にね、分数の中に四角がある場合は、 この分数全体を大きな四角として計算していけばいいよということなんだね。このことね、まずしっかり覚えておきましょう。じゃあこの調子で、カッコの2番もやっていくよ。カッコに、16分の1たす24分の1たす四角分の1は8分の1。今回もね、四角、分数の分母にあるよね。はい、この場合も同じです。分母に四角がある場合も はい、この分数全体を、はい、大きな赤四角にしてください。できたでしょうかはい、ということで問題がね、16分の1たす24分の1たす赤四角は8分の1。これを考えていけばいいんだね。はい、じゃあやっていくよ。まずは普通の計算の順番。えー、それをね、書いてください。当然、足し算だけだから、前から順番にやっていくね。書いていくよ。 まずは、はい、最初の足し算。そして次に普通の足し算をするんだね。いいでしょうか。そしたら、そう、さっきと同じ。丸一番のところが計算できるんだったら、計算をしておきましょう。今回も、16分の1足す24分の1。そうだよね。計算できるよね。はい、ということで計算しとくよ。じゃあれでこっちで書いておくね。16分の1足す、 24分の1。はい、足し算してください。足し算すると、そう、48分ので通分するよね。16分の1は48分の3。24分の1は48分の2だね。はい、足し算すると、そう、48分の5となります。できたかなはい、ということで今回の式は、丸一番。 計算して四十八分の5足すはい赤四角だね。よいしょ。ょはい次が赤四角は八分の一とはいこういう式になりました。いいでしょうか。はいじゃあこう消します。はいそしたら次じゃあ赤四角ね。 どうやって求めるのって言ったら、足し算の資格を求める計算だから、そう、求め方は、はい、逆算って言う通り、数字の順番逆。そして足し算の逆の引き算で計算します。いくよ。数字の順番逆にして、8分の1、48分の5。そして足し算の逆。引き算だね。 はい、8分の1引く48分の5。はい、これも計算をミスしないようにね。はい、書くよ。計算すると、8分の1は48分の、そう、6だよね。はい、引く48分の5。うん、計算して48分の1になります。いいでしょうか。はい、これ計算したら48分の1。はい、ここまで OK。 はい。ということで、赤四角は48分の1と分かりました。赤四角って何って言ったら、そう。赤四角は四角分の1のことだったね。四角分の1が48分の1です。ということで、四角に入る数字はって言ったら、そう。もちろん。ね、分子は1で同じ。分母、四角が、そう。そのまんま48なんだから。 はい、四角に入るのは48ということです。はい、できたでしょうかはい、ということでね、最初の2もやったけど、こんな風にね、分数の中に四角が出てきた場合は、そのまんま分数全体をね、大きな四角とすれば皆さん解けるはずです。いいかなじゃあこの調子で、カッコの3番もやってみよう。カッコ3。 四角かける7六64分の150かける0.3は7と2分の1。今回は、うん、分数の中に確かに四角があるよね。だけどなんかね、分母のところを見るとすごいなんか長ったらしい式になってて大変そうだよね。ということで、こんな風なね、式になってる場合は、先生どうするんですかということでね、結構迷ってしまう人いるんだけど、 この場合もね、安心してください。解き方は基本的には全く同じです。だから、最初にすることは、そう、この四角がある分数、全体を、はい、大きな四角としてください。いいでしょうか。はい、ということでね、はい、全体を赤四角とした場合、式が赤四角 ×0.3 は7と2分の1でなるね。 うん。ということで、この赤四角、求めれそうだよね。はい、赤四角、いくつかな、と。言ったら、うん。そう。掛け算の四角を求める計算だから、そう。数字の順番逆。7と2分の1。0.3。そして、掛け算の逆。うん。そうだね。割り算で計算してください。いいかな じゃあ、計算していくよ。よいしょ。じゃあ、先生、ここに書くねはい。7と2分の1。2分の、過分数だと、15だよね。割零0 3分数にしましょう。10分の3だよね。はい。あとは、割り算を、そう、掛け算にして、計算すれば OK。いいかな。はい。ということで、計算すると、 1>, 1と5、はい3で割って1と5なので、そうこれが25となります。ここまで皆さんできたでしょうか。OK。はいということで赤四角が25とわかりました。はいつまり赤四角はよいしょ書くよ。赤四角って四角かける7引く64分の 150。はい。これが今25と分かったんだね。いいかなじゃあ、この後。先生、この後じゃあどうやってね、解けばいいんですかということなんだけど、ここからがね、ちょっと新しいポイントがあるから確認しよう。はい、さっきのポイントのね、丸二のところです。はい、丸二こんな風にね、ここ、式になってる場合ね、式になってる場合。 この後すぐに四角答え出なかったよね。はい、どうするかって言ったら、この場合は丸二に移ります。この後は、四角のある分数を割り算。割り算で表して計算します。どういうことかっていうと、例えばね、5分の3っていう分数。うん、みんな知ってるよね。この5分の3を割り算で表してくださいって言ったら、みんなどういう風に表せるかな。 そうだね。割り算だと上から3割る5って表すよね。はい、先生いてときます。はい、割り算だと上から3割る5。じゃあ、四角分の3っていう分数だったら割り算だとそうだよね。もちろん。3割る上から四角ということです。ここまでみんないいから、分数って割り算で表せるもんね。はい、ということで、 これでね、みんな、この分数の式、割り算で表せる、ね、えー、すぐ表せるっていう人もいるかもしれないけど、ここでね、この分母とか分子が、今回みたいに、式になってる場合、ちょっと気をつけないことがあります。それが、ここに書いてる。ここで差がつくです。これめちゃくちゃ皆さん間違いやすいから、気をつけましょう。何かっていうと、分母や分子がこんな風に、式のとき、今回みたいに、 四角かける七く六十四みたいな式になってしまっているときね。このときは必ず、ッコをつけて割り算で表してください。どういうことか、ちょっと説明するね。例えば例として、五く三分の一っていう分数があったとするね。うん、これ普通だとみんな、そう、五く三をして、もちろん、そうだよね、二だよね。 だから、5-3分の1っていうのは、分母計算して2分の1のことだっていうのはわかるよね。うん。そして、2分の1。もし割り算で表すと、そう。1割る2っていう割り算で表せるよね。ここまでいいかな。じゃあ、今回のこの5-3分の1。これを、分母を 計算せずに、いきなり割り算で表してくださいって言った場合。うん、どうするかっていうと、そう。もちろん上から1、1割る5-3。はい、このことなんだけど、うん、これこのまんまだったら、ちょっとおかしいことになるってわかるそうだよね。これって、さっきの元のね1、1割る2の式と同じ式になるかって言ったら、 うん、これちょっとならないよね。だって、このまんまだったら、1÷5 を計算して、その後引き算をしてくださいっていう意味になるもんね。わかるだからこれそのまんまね、このままだと、1÷5 で5分の1、引く3ということで、なんかヘンテコリなね、これ計算になっちゃう。ということで、そう。はい、こんな風に、分母がね、式になってる場合。 どうしないといけないかって言ったらそうですここの部分にしっかりカッコをつけておかないといけないってことオッケー。Okay? そうするとこれ確かに計算すると5-3からねカッコがついていると計算するからここ2になるよねつまり 1÷2 という割り算の式にちゃんとさっきと同じようになりますいいかなということで 今回の問題に戻るね。はい。この四角かける7六64分の150っていうね、この分数、割り算で表すとどうなるかって言ったら、はい、書きましょう。上から150割る、はい、分母。四角かける7六64だよね。はい。だけど、これで終わったらダメだよ。 何をつけるかって言ったら、そう、さっきも言ったように、必ず式の時には、カッコをつけてください。はい、この式の部分にカッコ。はい、赤に書いててきます。OK。はい、これが25ということです。できたでしょうかそしたらね、みんなこの式見て、これって、そう、普通の逆算の問題だよね。 うん。逆算の問題で四角を求めなさいという問題になりました。ということで、あとは今まで通り考えていこう。まずは計算の順番書き込むね。普通の計算の順番だと、そう。カッコの中の掛け算をやって、次に引き算。そして最後に割り算ということだよね。はい。ということで、逆算だからもちろん、そう。一番最後の割り算、丸三からします。 はい、それ以外の部分は、はい、大きい四角にしちゃうね。はい、じゃあ書いていくよ。はい、青四角。はい、これを求めていきます。割り算の後ろの四角はどうやって計算したかってみんな覚えてるそうだね。この場合気をつけてください。数字の順番そのまま。そして、計算も割り算のそのままだったね。 うん。ということで、計算すると、そう、これが6となります。いいでしょうか。ということで、青四角。四角かける7引く64。はい、これのことだったね。これが6と分かりました。OK。よいしょ。はい、そしたら、次です。はい、次も、もう一回、計算の順番考えるよ。普通の計算、掛け算をして、 次に引き算だよね。はい。だから、逆算は、そう、逆から考えるから、丸二の引き算から考えてください。はい。引き算部分の以外、えー、引き算の部分以外は、大きな四角にしてね。はい。つまり、緑四角。引く64は6。ということで、緑四角を求めましょう。緑四角。どうやって求めるかって言ったら、そう、数字の順番逆。 はい。そして、引き算の反対。足し算です。計算すると、70となります。はい。ここまでみんな、できたでしょうかはい。いいかなはい。そしたら、最後、緑四角。はい。これが、四角かける7のことだったね。はい。これが今、70と分かりました。みんな、ここまで見えるかなはい。そしたら、最後。 四角はいくつですかと。言ったら、うん、そうだよね。四角はって言ったら、掛け算の四角を求める計算だから、そう、数字の順番逆にして、そして掛け算の反対、割り算をすればいいんだね。はい、計算するとこれが、10となります。できたでしょうかということでね、今回の四角の答えは、10ということです。いいかな はい。ということでね、こんな風に、分数のね、分母だったり、分子だったりでもいいよ。が、式になってる場合は、割り算で表して。そして割り算で表したときは、括弧をつけるってことね。このことを絶対に忘れないようにしてください。それだけでね、どんな問題も解けます。じゃあね、この調子で、最後ね、括弧の4番、やっていこう。括弧4。8分の1たす、7る かっこ17引く四角分の3は28分の5。四角はいくつですかという問題です。今回もちょっとややこしそうだよね。だけど安心してください。解き方は全く同じ。四角のある分数全体を、そう、う大きな四角にすればいいんだよね。OK? ということで、この赤四角をまずは皆さん求めてください。 じゃあ行くよ。赤四角は、と言ったら、はい。今回、足し算の四角を求める計算だから、そう、数字の順番逆。28分の5、8分の1。そして足し算の逆。うん、引き算だね。はい、これを押してください。いいかなじゃあ計算するよ。28分の5を引く、 8分の1。うん、通分するとね。えっ、ー、と、これが、よいしょ。これが56分ので通分できるかな。28分の5。56分の10だね。8分の1。よいしょ。56分の、これが7だね。はい。ということで、計算すると、56分の3となるはずです。いいかな。はい。ということで、56分の3。 オッケーそしたら赤四角が五十六分の三と分かりました。赤四角って何だったかって言ったらそうこれはかけるく四角分の3はいこれのことだったねこれが今五十六分の3と分かりました。ここまでできたでしょうかはい。 そしたら、この後、どうするかっていうと、そ分数を割り算で表すんだったね。はい。じゃあ、表していくよ。はい。上から、3割る7かける括弧17引く四角だね。書きます。3割る7かける括弧17引く四角。OK。 はい、これが56分の3。はい、ただみんな忘れないようにしてね。うん、今何かが足りないよね。そうです。何かって言ったら、この分母の部分、式だったところに、そう、カッコをつけないといけないです。でね、これそのまま、まこう、カッコをね、書いてもいいんだけど、うん、カッコがこんな風に二重に重なっちゃう場合は、そうです。よいしょ、記号がね、 こんな風な、ふにょりんマーク。よいしょ。ふにょりんマーク。はい。こういうカッコのことを、そう、中カッコって言うんだよね。みんな覚えてるかなはい。ということで、カッコが二重にここなっちゃうから、二重カッコでね。の場合は、よいしょ。中カッコをこんな風に書いてください。できたでしょうかはい。じゃあそしたらね、四角求めていくよ。この後は逆算のやり方です。 じゃあ、まずは計算の普通の順番書いていくんだね。はい、まず計算するのは、そう、カッコの中の四角の前のこの引き算だね。はい、これを計算して、次が、そう、掛け算。そして最後、割り算を普通は計算するね。ここまでいいでしょうか。はい、そしたらね、丸一番の部分、計算できるんだったら、計算をしていくんだけど、うん。 今回は計算できないよね。はい、だからそのままで OK です。はい、ということで、この番号のそう、一番後ろ、丸三番から考えていくから、丸三番の割り算の部分以外を全部、はい、大きな四角にしちゃってください。OK? だから、3割る青四角は56分の3。これを計算するんだね。 じゃあ、青四角求めていきましょう。はい、青四角は、たら、そう、割り算の後ろの四角を求めるときは、気をつけてね。数字の順番そのまま。3、56分の3。で、割り算の反対、掛け算をするんだね。あ、ごめんね。割り算のそのままだね。失礼しました。先生が間違っちゃったね。 割り算そのまま。はい、割り算で計算するんだね。はい、じゃあ計算していくよ。はい、3割る3 56分の3。はい、これ計算すると。割り算を逆にして、掛け算。そして、分数をひっくり返すんだね。はい、3を約分して、はい、56となります。はい、いいでしょうか。ということで、青四角。 はい。青四角って何だったかって言ったら、7× 括弧17く四角。はい。これが56と分かったんだね。はい。じゃあまた普通の計算の順番変えていこう。はい。引き算をして最初。その後普通は掛け算をするよね。はい。だから、丸二番の掛け算の方。はい。こっちから考えるから、それ以外の部分は、大きな四角にしてください。 つまり、よいしょ。はい。7× 緑色の四角は56。緑色の四角は、いったら、そう、数字の順番逆。56、7。そして、掛け算の逆。割り算をするんだね。はい。計算すると、8になります。OK。ということで、最後。緑色の四角は17引く四角のことでした。はい。これが8と分かったんだね。 はい、じゃあ最後、四角は、言ったら、引き算の後ろの四角だから、そう、この場合も気をつけてよ。引き算の後ろの四角は、数字の順番そのまま。そして、引き算そのままで計算するんだね。はい、計算して、これが9となります。いいでしょうか。ということでね、今回の答えは9ということです。できたかなはい、今回みたいなね、分数の中に四角がある場合。 まずね、ポイントもう一回確認すると、その分数全体を大きな四角にするってことね。OK? そして、そのね、えー、分数全体をまずはいくつかっていうのを求めてください。求めた後ね、すぐに答えが、カッコ1、カッコ2みたいにね、すぐに答えが出せるんだったら出してもらっていいよ。ただ、分数のね、その四角の部分が式になってる場合ね、カッコ3、カッコ4みたいに式になってる場合は、 えー、その分数をね、割り算で表してください。OK? 分数を割り算で表す。で、割り算で表したときに、式の部分は、そう、必ずカッコをつけるのを忘れないようにしてね。その部分だけ気をつけていけば、絶対ね、皆さん計算することができるはずです。ぜひ慣れてなかった人はね、繰り返し繰り返し練習をお願いします。ということで、今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。 え、ぜひ、これからも、えー、この契約チャンネルご視聴よろしくお願いいたします。えー、次回は、四角がね、1個だけじゃなくて、2個、3個と四角がね、ついている変わったね、問題についてやっていきたいと思いますので、ぜひ、そちらも見てください。ということで、次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。